狂った自分なんですけど、拝見して思ったのは、なんかすごい人間のその汚い部分っていうか、いやらしい部分が描かれているなと思ってて、あのバスジャックの最初、バスジャックを見た時はその犯人が悪いやつっていう風な印象を持ってしまうんですけど、でもそれが進んでいくにつれて、その乗客も一癖も二癖もあるっていう風なその展開になっていくっていうのがすごく新鮮で、それでそのすごい印象的だったのが、その最後の記者会見でその乗客の人が宝石をそれぞれ取ったんで、こう真実を言おうとしないんですけど、子供がパッて本当のことを言った時に、嘘つきは泥棒の始まりやでって言って、こう子供をちょっとたしなめるというか、いうシーンがすごい印象的で、すごいその乗客の一般の人のそのいやらしい部分っていうのがすごく描かれてたなと思って、すごいと思いました。楽しみました。つまり今見てもらったのは全部は大作じゃないんだよね、映画としてはね。で、当時は映画が日本だった、日本だったのね、うん、で一本がメインで、はい、もう一本は添え物という扱いなんだけれども、はい、実はそのメインの方よりも添え物の方がやりやすかったんだ、俺はね、はい、割と好きなことができたから、はい、でただその人間バス1台というバスに乗った人間の面白さをね、どう描くかと。だから人間がその人間ってのはいろんな側面を持ってるからな、だからそういうものも入れてみようと。で追い詰められたその強盗やったらあの2人なんかな、むしろ僕らの目から見ると進歩さえできる人間で、落ちこぼれだよな、それが必死になってやってるとああいうことになっちゃうんで、そういうあのバスが主役のように見えるけれども、バスに乗ってる人間たちが、だから運転手も交代すれば、バスの中の人間たちも立場が逆転したりね、そういう面白さは、まあ、ある種のドタバタ的にね、やってやろうと。それとまあ売り物はよ、会社の売り物としてはそのカーアクションな、みたいなものを売ってくれればいいから。ただ日本のカーアクションなんてどうせあそこの車吹っ飛ばすだけで、カーアクションの醍醐味ってのはすごく高価な車がさ、ドワーンと吹っ飛んだり、なんかそれがいいんであって、安物の車が吹っ飛んだってそんな面白いことないよ。ただあのバスの転倒はあれ本物なんだよね。しかも渡す常彦が自分で倒してるんだよ。よく見るとわかるんだよな。はいはいはい、歌を歌われるシーンっていうのは監督が決められたっていう感じですか、役者さんの方から。いや、あれはもうシナリオに書いてある。あの辺であれ歌わせたらいいなと、ストーンと一旦落としてやれと、そういうそので歌が どこまで響いてくれるか、はい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 、川谷拓三君が歌ってるあの歌かな、はいはい、スタッフと役者が現場で乗っていってシナリオで生まれたものじゃなくて、現場で初めて生まれた。いや、シナリオはかなりきちっと書いてあるよ、はい、セリフは全部シナリオ通りの、ほとんど 99% シナリオ通りだね。でドラマの進行もね、バスの中のカメラとかっていうのはその細かく指示するっていうよりはカメラマンの方に任せたっていうこと。もうそうそうそう、そこでバスを突っ込んでくれるとかな、それは頼むけどね。それはもうだからある意味で監督とカメラっていうのはもうあなた一心同体になってなきゃいけないわけで、いちいちねこのサイズで撮ってください、要するに絵コンテ的なものは不要だよな。でその時につまり被写体が持ってる力、つまり全身撮った方が力があれば全身撮ってもらったらいいし、アップでそっちの方がいい時はアップで撮ってもらえばいいわけでね。でああいう映画作ろうとするとその役者とスタッフが全部乗ってないとできないんだな、ノリノリで作っていかないと。だって結構ある意味では危険ない、危険も伴ってる。だからワンカットワンカットはすげえ緊張感を持ってやってるんだけど、ただ役者連中がもうノリノリでやってるから、だからオーバーアクションもあれば、突然歌を歌い出したりとか、ああいうとこってのはなかなかね、役者が乗ってなかったら絶対できないから、そういうまあだからバスと一緒に役者以下に乗せていくかというのはいいんですけど、
感じだな。